早いのね。野望よ。もっとしっかり起こしてくれたら遅れなかったんだけどね。俺も電話したんだけどな、繋がらなかった。もう要は着信拒否にしてるから。始めるか。始めよう始めよう。飲み物とかいっぱいあるから好きなの飲んで。ゆうくんは何飲む？
オレンジジュースね。はい。たまき、私にもオレンジジュースちょうだい。はい、ゆめちゃん。ありがとう。やっぱり月見ちゃん呼ばなかったんだ。当たり前だ。誰があんな環境破壊娘を呼ぶか。環境破壊娘って、久しぶりに会いたかったな。私もちょっと興味あるな。やかましいだけだ。やつが来たら桜も一瞬で散る。みんな行き渡ったな。それじゃ行くぞ。せーの。誰が環境破壊娘だ。あぶら。このバカ兄貴が。月見ちゃん。あ、玉木先輩、お久しぶりです。兄貴、教えてくれなかったんですよ。何かありそうだなって思って後をつけてきたんです。なるほどなるほど。ゆうと先輩もお久しぶりです。最近は家に来ませんね。この子がヨウの妹なんだ。夢原夢香よ、よろしくね。うわ、どうしたの。あなたが姫原さんなんですね。私のこと知ってるの。バカ兄貴が家で姫原姫原言ってますから。本当にバカね。兄がいつもご迷惑を。そんな、月見ちゃんのせいじゃないわよ。悪いのはバカ兄貴。ありがとうございます。私、雲村月見って言います。村雲中学の2年生です。もう3年になりますけどね。私たちと同じ中学だよ。それじゃあ月見ちゃんも来年は英字学院に来るのかな。はい、頑張って英字学院に入りますよ。となると最後の1年は一緒に過ごせるわね。楽しみです。
こんな可愛い子がヨウの妹なのか。残念ながら。しかし、どんなバカで単細胞でも私の兄であることには変わりありません。しかも血もつながっています。この体にはあのバカ兄貴と同じ血が。かわいそうな月見ちゃん。何かあったら遠慮せずに言ってくださいね。ぶっ飛ばしますから。自分の手を汚すから安心して。さすが姫原さんです。ユメカでいいわよ。ユメカって呼んで。はい、ユメカ先輩。かわいいわね。本当にヨウの妹なのかしら。不思議でしょ。納得。豪快に吹っ飛ばされたクラスメイトを無視して話を進めるなよ。ま、そうだけど。ヨウが打たれ強い理由、なんとなくわかった。ソラ先輩直伝の右ストレートだったのに。私がやっても効かないわよ。新しい技を開発します。すんなバカ。バカにバカ言われてもね。小娘、これから伸びるし。アホ毛。アホ毛をバカにするな。ちゃんにそのネタは禁句なのに。ヨウってぶたれるの好きなの？もしかしたら。あんなバカほっといて花見しよう。花見。そうね。乾杯しよう。はい、月見ちゃん、ありがとうございます。味付けが変わりまくりですし。言われてみればそうかもね。玉木の家の卵焼きは甘いし。あ、甘い方が美味しいじゃん。別に甘い卵焼きがお子様って言ってるわけじゃないから。これって玉木の手作り？そうだよ。
勉強も普通にできて料理もできる。これで落胆するなって方が無理な話よ。姫原は料理がダメダメだからな。あんたに言われたくないわよ。それと姫原って呼ぶなって言ってるでしょ。さらにいきなり復活するな。そいつは無理な相談だな。こいつバカに。世の中には釣り合いってものがあるのよ。何が言いたい。ユメカ先輩が自分に見合っているとでも。俺以外にいるわけがないだろう。そんなんだから着信を拒否られるのよ。安心しろ、それもあと3日の辛抱だ。3日？なんで？電話かメールで告白してきたら3日着信拒否にするって条例なの。はあ、でも3日も姫原に電話かメールという手段を用いて俺のピュアな思いを伝えられないなんて。俺も最初はそう思ってたんだけどね。そんな理念すらぶち破ってしまうほど姫原は魅力的ってことだ。前から思っていたんだが。何よ。姫原は俺のことをどれくらい好きなんだ。消火器の次くらいかな。姫原の中で消火器の順位は。たわしの次じゃないんですか。そうかも。たわしは消火器より上下。ペースだったのに。それでもすごいペースだと思うな。こんな変なやつだけど腐れ縁なの。嫌いにならないで。でも手遅れか。うん、こんなバカにでも兄なんです。仕留めるときはできるだけ苦しみは与えず一瞬でお願いします。わかった。ユメカ一筋ならまだ可愛げもあるんだけど、そうでもないとこかな。異性には仏のように、同性には悪魔のように、これがポリシーだ。同性に好かれなきゃ異性から好かれないってのに。それが俺の魅力ってやつだな。少し黙りなさいよ。騒ぐだけじゃなくて桜も見なさい。花見なんて名ばかりで騒ぐための口実だが、まあたまにはいいか。夜桜綺麗だよ。でも桜ってなんか吸い込まれそうでちょっと怖いのよね。桜の花言葉は精神美、心の美しさだから、何か感じるのは腕の反応かもね。まるで姫原のためにある花言葉だな。私の心はどす黒いんだけどね。そんなことないって。ユメカ先輩綺麗です。憧れちゃいますよ。写真に性格は写らない。よく聞く言葉よね。心が汚かったら外にも現れるよ。どんなお化粧したってね。タマキだからユメちゃんは心も体も綺麗なの。もうオレンジジュースに酔った？そんなんじゃないって。
私も夢叶先輩は心も体も綺麗だと思います。大人の魅力満載ですよ。バカ兄が惚れるのも無理ないかと。ありがとう。あ、写真で思い出した。ガスの元栓を閉め忘れたことか。なんで写真で思い出すのよ。写真、心霊、都市伝説、都市ガス、元栓、こういう流れだ。はいはい、あんたは少し脳のネジを締めた方がいいわね。バーカ。黙れ猿。猿じゃないわよ。前からデジカメが欲しいって言ってたな。この前ついに購入したのよ。何よ。そんなことないわよ。そう言ってピアノもやめたじゃないか。それは そうかな。なんとなくよ。ユウトとヨウがサッカーを続けなかったようなもんかな。しかも強制だったし、ブームだったからな。そういうことだ。サッカーしてるヒュート先輩、かっこよかったですよ。でも、無趣味よりはいいと思うよ。そのうち、本当にやりたいことが見つかると思うし。持つってことが大事ね。ありがとう。でも写真か。高性能なやつ買ったからね。携帯には負けないわよ。それじゃあ私が撮るよ。みんな集まって。入ろうよ。そうよ、他にも花見客はいるし、その人たちに頼んでさ。私がその中に入れるのはないね。まあ、姫原なりの好意と受け取ろうぜ。ほらほら、もっとくっついて。そんなんじゃ入らないわよ。
私も今回は遠慮します。同じ立場になってから撮りたいんです。映るように撮ってくれよな。山頂画素くらい必要かな。マジでか。それじゃあ撮るよ。これからいろんな写真を撮りまくろうぜ。もちろん。ゆめちゃん、一緒に写ろう。一緒に写ろう。そんなに引っ張らないで。よし、場も整ってきたし、とっておきの出番だな。とっておき？これだ。何それ？ゴーヤジュース？普通だけじゃ物足りないと思ってな、アクセントを持ってきた。本当にこのバカ兄は。それだといまいち盛り上がりに欠けるだろ。ゴーヤは好きだから結構飲めるかも。私はちょっと苦手かな。ゴーヤチャンプル美味しいよ。苦いのはちょっと、でも普通に飲めるよ。だって気になったから。なに、俺も負けてはいられん。汚いなぁ。バーカ。大好きだが、このジュースは失敗だ。ちょっと、それじゃあ私が人間じゃないみたいじゃない。ま、姫原は俺の女神だから人間じゃないな。よくそんなセリフがポンポン出るわよね。ねえねえ、ゆめちゃんが何でもしてくれるって言ったら何頼む？そうだな。どうせキスとかそっち方面のこと言うんでしょ。お断り。ズレション。一人で行ってこい。チャンプラ。自業自得でしょ。素晴らしい平手打ちです。
まだ息がある。しぶといわね。玉木かソラ、なんか先が尖ってるもの持ってきてくれる？先が尖ってるものね。わかった。俺は姫原と結ばれるまで死なないぞ。それじゃあ地球滅亡の日まで生きててちょうだい。すべて来世には。すぐに楽にしてあげるからもうちょっと待っててね。マジだ。こら待ちなさい。それがいいんだよ。素直に突き刺されなさい。どちらかというと突き刺すのは俺の仕事。うっからす。やべ。私の声ってソラちゃんみたい？そっか。何が？それはユウくんにも言えるじゃん。夜の公園が不思議なんじゃなくて、夜そのものが不思議なんだ。ユウくんは夜が好き？私も。
どうしたの？しっかりして！どうしたの？ことにしとくね。なんでもないよ。それよりもうそろそろ戻ろうか。